あ、もしもし、聞こえますか？ああ、聞こえますね。何してるんですか、今？今、パソコンいじってます。パソコン？課題提出しますで。ってこと、大学生とか？ああ、そうです。そうなんだ。何年生ですか？今、1年生です。入学したての可愛い時期ですね。半年経っちゃいましたけど。いや、いいじゃないですか。え、私、いくつの人ですか？あ、僕、17です。はい、19って書いてあるのに。あ、19です。どっちなん？17です。高校生？はい。いやでもお姉さんいいしね。僕お姉さん好きなんで。あー、なるほどね。とも女の人多いよね。あ、いいですよね。引いてますよ僕に。いやいや、引いてない。年下あんまり好きじゃないとか。年下でもいいけどさ、うち今大学に行ってさ、近くで友達聞いてる。それはやばい。今聞こえてるんですか、友達この声。え、友達多分持ってるから。大学ならイヤホンつける。いや、空き教室だから大丈夫。なんか空き教室でお弁当食べるみたいなエモいやつ。エモくはないかも。よくあるやつね、よくあるやつ。お友達も一緒に話しましょうよ、ぜひぜひ。あ、多分喋んないと思う、え、どうして？いや、人見知りなのか、なんだろう。僕最強なんで大丈夫だよ、友達。こんにちは。離れてるんか。離れてるのにクスクス笑うな。離れてるのにクスクス笑うなんだって。てか教室のさ、空き教室って結構広いやん、大学って、うん、そこでこう二人でまあまあ離れてる場所で一人はこういう友達ブサボって離れてるのと状況カオスすぎるやろ。あ、間違えてイケボだった。うん、イケボだね。でしょ。何で違えば。だって10でしょこれ。まあまあ2位よ。なんてイケボでしょ普通に。間違ってる。あ、イケボですよね僕。あ、イケボですね。そうですね。ありがとうね。あれ、心臓止まった？格好しすぎて。いや、心臓動いてる。何も聞こえなくなったから、呼吸できなくなったかなと思って、格好しすぎて。どうした？友達近くにいんな。今近くに。友達、あ、こんにちは。あ、どうも。あ、落ち着いてますね、この方も。私好きでしょ。何？ちょっとコソコソしないで僕と正真正銘で話そう。あ、ちゃんと喋っとらっていいですか？ちょっとなんか、あっちがすごい。怖い。けどでも、エッシュ期間にていい位置。やばい。ダメだお前。たまにし先輩。あ、ちょっと。ドラムって言った今。あれ？ちょっと、いじめてもらっていいですか？あ、イエス。ガーン、ショック。お友達は何を言ってるの僕に。ちゃんと喋ってくれないなんて先輩舐めてるな。だって。あ、すいません。お仕置きしてもらっていいですか？あんま言い過ぎじゃない。こうガチで引かれて切られて。この辺にしときましょう。1日4時半に起きるんだけどさ。え、寂しいでしょ。いや、いるでしょ君の話し相手。いないよ僕なんて。誰も構ってくれないんだよ僕には。地声で喋ったら絶対喋ってくる。地声だわ。その声は普通に切られる。でも結構声ともでも類を見ないイケボだよね。あー、まあそうだね。ボエメやろ。イケボだよ。どう考えるねえ友達。イケボだよね。だっていや全然違う。ぐしゃ痛いってか友達イケボじゃない。あ、どうも。かっけーな。かっこいいよね。なんかお姉様って感じ。姉様、女王様って感じ。ははって感じだね。やばい人だなと思った。よくやります。いやー、まさか大学でこういうキャラの人と当たると思った。関係ねえだろ。それはそっちの都合だろ。それはそうだと思います。何、友達？でもええよ。怖い。友達ちゃん怖いですよ。どういう声が好きですか？お二人は。いや、普通の声がいいなので、声にこだわりそうなない。普通の声って一番難しいんだよ。普通じゃないから好きじゃないか。いや普通でしょ別に。あ、でも、うん、イケボすぎるか。いや声は普通かもしれんけど喋り方が普通じゃないから好きじゃない。確かに喋り方ってなんかオーラ出てるよね。うん、なんかヘネチョコのオーラ。誰がヘネチョコだよ。ヘネチョコ。イケボだぞ。みんな妊娠しちゃうからねこの声聞いたら。じゃあ秘密とくわ。どういう声が好きですか。全然高い声でも低い声でも。あの女王様は？どんな声が好きだって。どんな声が好き？どんな声が好き？え、普通に低い声が。低い声が好き。え、僕結構低くないですかでも。高い声があり前の中学生。じゃあ低い声出すわ。はい。あ、もしもし。話しかけか。
女王様。あ。あ、私めの声はいかがでしたでしょうか。ダメです。喋り方があります。喋り方どんな感じですかね。普通に喋ったんですか。僕にとっての普通はこれなんだけどさ。いや、絶対違います。じゃあ。顎出てそうな喋り。なんか言ってほしいセリフとかないですか、女王様。お前に求めるものはない。自分で考えて行動しろって意味だよね、多分翻訳したら。優しいね、女王。優しいです、本当に。あとでもう一回お仕置きお願いします。やばい、マジ。女王様のお名前なんて言うんですか。知るかもけ。コードネームでいいから、コードネームで。コードネーム？じゃあ、クイーンでいいんじゃない？クイーン。花子。じゃあ、花子へ送ります。聞いてて、花子。ミステリーすんじゃねえぞ、申し訳ございません、花子様。花子様、申し訳ございません。じゃあ、低い声を行きたいと思います。行きましょうね。花子様大好きだよ。YouTube。どうですか？ダメです。好きじゃない。なんかさ、千と千尋のカエルの声低くしてみたの。いや、カエルじゃないですよ。いや、ほんとだ。花子様。でもね、女王様のジブリ見てないの。ごめんね。なぜだ。アニメとかあんま見ないのか。Yes。 なぜだ。あと5分だけど、その声で終わって大丈夫そう。あ、まあ、じゃあ逆に、あ、お姉ちゃん、お主お主はアニメとかは見ない。アニメ見るよ、めっちゃ。お、いいね。なんか好きなアニメとかないですか。何でも好きやけ。推しとかないの？最近呪術回戦見た。呪術回戦いいよね。うん、いいね。女王様は？アニメ見ないって言ってんだろ。じゃあ呪術回戦やっていいですか。はい、いいよ。じゃあ犬巻くん、わかる？いいよ。いくよ。うん。おかか。おー、似たる。今の息ぶらいとくね。すげー、めっちゃ似たる今の。掘り直して。女王様がイケボだって褒めてたよ。あ、味が立って幸せ。戻っちゃった。おかか。おかかしてる。じゃあ乗車も僕とじゃ付き合いましゅ。年下嫌です。じゃあ君でいいよ、君で、お主で。悲しいね。お姉ちゃん、僕と付き合わないかい。うちの好きな声だったら考えてあげるわ。さけ。それは好き、それは言うよ。じゃあ僕と付き合いませんか。え、これどれ？これだよ。本当に？付き合いですもんがいいやん。いや、ありがとうございます。年上なんだけど、高校生じゃない、これが。え、僕と付き合いませんか。アニメ出てきそうだもん。女王様、僕と付き合いませんか。主人公系はさ、地声そもそも犬巻ちゃん。いや、返事欲しいんだけど。かっけえよな。その返事しないのなんなん。YouTube にこう中和の動画上げてるんですよ、こういう風に。はい。上げていいですか、今のとか。上げていい、だって。え、無理無理。うちいいよ、別に。あの、クイーンは。クイーンいいって。え、待って、それは。大丈夫、大丈夫。クイーン、イケボだった、大丈夫？あ、イケボだったよ。あ、口悪かったから恥ずかしいな、だって。え、お願い。お願いだって。お願い。女王様。いいよ、だって。やった、ありがとう。